ヤンキース4、3ロイヤルズ、11日、日本時間12日、ヤンキースタジアムヤンキースのアーロン・ジャッジ外野手、32、がロイヤルズ戦で0本塁打に終わり、自己最長タとなる15試合連続ノーアーチとなった。1回の第1打席は2匹、4回の第2打席は4球、6回の第3打席は空振り三振、8回の第4打席は左前だ。 延長11回に第5打席が回ってきたが深刻敬遠だった。ジャッジの直近の本塁打は8月25日の本拠地でのロッキーズ戦で、2発を放ちチームの131試合目で51本塁打に到達。この時点で自身が22年に樹立したアリーグ最多本塁打記録の62本を超えるペースだった。だが翌26日から本塁打が出ず、この日まで15試合連続ノーアーチ。 17年に記録した自己最長に並んだヤンキースは延長11回にチザムのタイムリーナイアアンダでさよなら勝利した